行政院農業委員会高尾区農業改良場業務報告。長官の皆様、ご来賓の皆様、高尾区農業改良場へようこそお越しくださいました。ただいまより、当農業改良場の業務概況についてご紹介申し上げます。当改良場は1902年に創設され、日本統治時代及び政府の組織調整を経て、1999年7月、行政院農業委員会の所属となり、名称も行政院農業委員会高尾区農業改良場と改名されました。また、2006年10月には、平等市民政路の旧改良場より、平等県長寿郷の新改良場に移転いたしました。当農業改良場では、主に高尾市、平等県、及び北区県の農作物の品種改良、栽培技術開発、及び農業普及活動を行っております。所轄耕地面積は12万3000ヘクタール余りで、台湾全体の 15.4%、また農家戸数は13万3000戸余りで、台湾全体の 21.7% を占めており、農業人口は49万5000人余りで、台湾全体の 16.9% を占めています。当農業改良場には、作物改良課、作物環境課、農業普及課、基南分場、及び報告分場があり、管理事務部門として、秘書室、会計室、人事室、政府室が設置されています。当改良場では、高尾市平等圏及び報告圏の農作物の品種改良、栽培技術開発、農業技術の普及、農業災害の実地調査、及び耕地再生の技術指導等を行っています。ここで各業務部門の研究成果についてご報告いたします。水稲高尾145号は品質が良く、生産量が高く、近年全国10大お米コンテスト、および優良米コンテストにおいて幾度も入賞を果たしています。高尾146号は、早生で品種が多く、品質に優れ、耐倒伏性や胃もち病抵抗性があります。高尾147号は、米の外観、品質ともに優れ、耐倒伏性や胃もち病抵抗性、姫飛び運化抵抗性があります。また、米はタロイモの香りがします。この品種は、当農業改良場で育成した初めてのジャポニカ米で、最近2年間連続で優良米コンテストに出品し、入賞を果たしています。枝豆高尾6号と高尾9号は大鞘で生産量が高く、甘みがあり、品質に優れ、冷凍枝豆の主要な輸出用品種です。高尾8号は耐寒性が強く、糖度が高く、品質に優れ、冬に輸出される生の枝豆の主力品種です。高尾7号は種皮が黒く、糖度が高く、品質に優れた品種で、黒豆蜜煮の主力品種です。タロイモの香りのする枝豆の新品種、高尾11号は生産量が高く、食味、品質に優れ、日本市場のニーズに合った枝豆で、日本の香り姫に代わる、芋の香りのする茶豆の主流品質となることが期待されています。大豆の新品種、高尾12号は、枝豆、大豆両用の品種で生産量が高く、豆の食味が良く、品質に優れています。このほか、大農場起業家経営を推進し、冷凍枝豆を対日輸出農産物の中で最も多く輸出される農産物に成長させました。小豆高尾8号は豆が鮮やかな赤色で種皮が薄く、小豆あんの加工に適しています。また高尾9号は豆が大粒で種皮が赤く、生産量が多く、優れた風味があるため、粒のままの加工に適しています。新品種高尾10号は豆のサイズが特大で生産量が高く、種皮が薄く、鮮やかな赤色で風味が良いため、小豆あんのほか、粒のままの加工にも適しています。高尾平等地域は、台湾における熱帯果樹の主要な産地で、
当農業改良場では、管轄区内の主要果樹の品種改良及び栽培技術の開発を研究の重点としています。産業競争力を高め、熱帯果物の研究開発センターとしてさらなる発展を目指しています。蓮部の育種に関しては、これまでに効率の高い蓮部交配育種のプロセスが確立されています。また、果皮着色が安定し、果実が大きめの果皮の優良系統が選定され、収穫期の分散やブランド商品販売用に利用されています。また、1年を通じて台湾で品質の高い蓮部が生産できるよう、各産地の応用品種や生産技術の指導を行い、収穫期の調整を図っています。マンゴー、高尾3号、夏行きは、果実が楕円形で、成熟した皮は黄色く、重さは400から600グラムで、台湾原種マンゴーの風味があります。マンゴー、高尾4号、蜜行きは、果樹が大きく、果実は卵型で、重さは300から450グラム。果肉はきめ細かく、繊維が少なく、皮は明るい桃色をしています。ライチに関しては、これまでに玉果包ライチの安定的生産技術が確立され、開花率と着果率が向上しています。インドナツメの育種に関しては、これまでに8品種を育成しています。その中の高尾7号、大東蜜ナツメは、果実が小ぶりで可愛らしく、果肉は甘く、サクサクとした食感があります。また、高尾8号、チンポウは、果実が大きく、甘みがあり、サクサクとした食感とジューシーな味わいが特徴で、どちらの品種も今後の市場で成長する高い潜在性を持っています。2012年育成の高尾10号、玉宝は、果実が小ぶりで、果肉のキメが細かく、保存期間が長い品種です。2013年育成の高尾11号、陳蜜は、晩熟種で、収穫期は1月下旬から3月までです。重さは約110から150グラム。果肉はきめ細かくジューシーで、耐低温性が高く、貯蔵性が優れるため、輸出用品種として期待されています。パパイヤの育成品種、高尾9号日光は、果実が甘く、果肉は肉厚で赤く、サイズはやや小ぶりで、現代の少人数家庭に合った大きさです。また、当農業改良場では、パパイヤの袋掛け栽培技術、および肥料管理技術の開発に成功し、パパイヤの品質向上に効果を上げています。グアバ、高尾2号、陳水は、果実が丸く、皮が緑色で、果肉が白く、サクサクとした食感で、きめ細かい果肉が特徴です。また、果皮に品質が安定し、糖度が高く、ちょうど良い酸味があり、表皮は凹凸がはっきりし、売れ行きの良い品種です。果皮の育種においては、花宿舎、オンシジウム、アンスリウム、熱帯球根果皮、およびレナンセラ等、管轄区内の重要果皮品種の選定育成を行っています。鉢植え用アンスリウム、高尾1号、幸福旋律は、花の方片がピンク色で、花の形が特殊なアロカシアの葉の形をしています。高尾2号ルビーは花の方片が濃いピンク色で、花びらの縁が緑色で、鑑賞期間は4ヶ月間もあります。このほか、熱帯球根花期の育種も積極的に行い、現在いくつかのクルクマシャロームやカンナの優良な高大品種系統を獲得しています。また、14個のレナンセラの交配組み合わせを獲得し、高台の育種と選定が進められています。栽培技術に関しては、アンスリウムの施設栽培が、切り花の品質と生産量に与える影響について研究しています。花宿舎栽培における省エネ伝承技術の応用について研究開発し、花宿舎の切り花の品質と生産量の向上を図っています。また、オンシジウムの溶液栽培技術を発展させ、高品質の鉢植え用オンシジウムを生産しています。
また観賞用パイナップルの組織培養内の純化技術を研究し、組織培養内の発根率や植物の成長速度を高め、種苗栽培期間を短縮しています。バイオテクノロジー研究においては、主にマイクロプロパゲーションや遺伝子クローニング、遺伝子導入、遠縁交雑及び肺救済技術及び作物遺伝資源分子マーカーなど熱帯花期に関する研究開発を行っています。マイクロプロパゲーションに関しては、これまでに観賞用パイナップル、アグラオネマなど多種類の作物のマイクロプロパゲーション技術を確立し、産業界に技術移転し利用されています。このほか、花期の試験管内開花についても研究を行い、産業的価値の向上が期待されています。遺伝子クローニングや遺伝子導入に関しては、これまでに胡蝶蘭からアントシアニンやカロテノイド整合性の鍵となる遺伝子をクローニングし、今後の研究で花の色の改良に利用されます。このほか、オンシジウムの老化遅延に関係する遺伝子のクローニングや、胡蝶蘭やパフィオペディルムの花粉の遺伝子導入に成功しています。遠縁交雑及び肺救済技術に関しては、これまでに胡蝶蘭属とその他の蘭属間の遠縁交雑及び肺救済技術を確立し、花の色や形、香りの改良に利用されています。現在、胡蝶蘭とリンコスティリスの交配種が5品種、また胡蝶蘭とアスコセントラム、ミニアタムの交配種が1品種あります。また、シューシラン、チンシラン、フィリピン風蝶蘭、リンシラン及び小シランなど、5つの新しい人工属間交雑属が完成し、登録されています。並びに、肺救済技術を利用し、蘭の交雑育種技術のプラットフォームを開設し、台湾の蘭生産業者が交雑育種で交配障害が発生した際の問題解決に協力し、特別で独特な蘭の育成に協力しています。これまでにすでに5組の属間交配交代の瓶苗及び2株の有料開花単株が優勝譲渡され、産業界で利用されています。作物の遺伝子源 DNA マーカーに関しては、葉緑体 DNA のホットスポット分子マーカー及び転移因子多形性分子マーカーを利用して、胡蝶蘭等の蘭花植物の新園及び品種鑑定技術を開発しました。食品加工においては、主に特用作物や柑橘類、豆類、トロピカルフルーツなどの健康食品やその加工技術を研究開発し、付加価値を高め、産業の発展を促進しています。健康食品の開発においては、二酸化炭素超臨界流体抽出技術を確立し、シークワーサーの皮からポリメトキシフライボノイドを抽出する際、その純度を大幅に高めることができました。この技術は心血管疾患またはアルツハイマー型認知症の健康食品の開発に応用することができます。また不飽和脂肪酸を豊富に含むカボチャ種子油やニガウリ種子油の抽出への応用に成功しています。このほか、薄膜及び低温濃縮技術を応用し、高品質のレモン汁濃縮技術を開発しました。またこの技術をバイオテクノロジー企業に技術移転し、5000万元近い投資が行われました。また液体クロマトグラフ質量分析技術を利用し、国産の有料高機能性保険加工原料であるフラボノイド成分やポリフェノール物質を迅速に鑑定する技術を開発し、これまでに12種の作物と300種近い成分の飼料が確立されました。中でも金柑やセリ葉の先端草にはフラボノイドとポリフェノール成分が31種あり、それぞれ金柑クリームやセリ葉の先端草の水溶性商品を開発し、産業界に提供されています。主要農作物である豆類においては、小豆タカオ7号を用いた黒豆蜜煮を開発しています。また納豆菌を当農業改良場育成の小豆品種に摂取し、抗酸化力を高め、
プリン体含有量を低下させた小豆納豆商品の開発に成功しました。また新鮮な枝豆を利用し、緑色で甘みのある枝豆豆腐などの商品を開発し、気軽に食べられる高級な食品として好まれています。主要農作物の果物・野菜の加工に関しては、それぞれ生地発酵技術を応用して純醸造の高品質のパイナップル酢を開発しました。またグアバの副産物である高機能性グアバ葉を選定し、グアバ茶やグアバカプセル、グアバ錠剤などの商品を開発しました。また伝統的な乾燥ナツメの欠点、風味が悪い種入りなどを改良した種なしナツメ蜜煮の開発に成功しました。当技術はこれまでに高雄市政府に技術移転されて広く普及し、ナツメの主要な産地である塩草農協およびアレン農協の乾燥ナツメ加工に利用されています。植物保護の主要な業務は、管轄区内の各種作物の病虫害に対して総合的な管理技術を確立することで、特に農薬を使用しない防除方法の普及と応用に努め、健康的で安全な優良農産物の生産に力を入れています。現在多くの農作物について量産研究と農地試験を行っており、化学農薬の使用量を徐々に減らし、生産者がより安全で健康的な農作物を生産できるよう指導しています。みかんコミバエは管轄区内の熱帯果樹にとって最も有害な害虫の一つで、当農業改良場では農地での有効期間が8ヶ月以上と長い長期有効型みかんコミバエ殺虫器を開発し、広く応用されています。この殺虫器の使用により、みかんコミバエの繁殖期の密度を 88% 以上低下させることができました。安全な農業の基礎理念を確立するため、当農業改良場では積極的に黒狂病菌の抗逆狂技術を研究し、抗紫外線のメラニン整合性遺伝子をクローニングし、すでに黒狂病菌や白狂病菌への遺伝子導入に成功しています。このほか、放線菌や増殖効果のある配合により生成した生物性媒体を開発し、野菜の苗立ち枯れ病や立ち枯れ病の発生率を効果的に抑制しています。現在バチルス・アミロリ・クエ・ファシエンスに関する研究開発を進め、深刻な病害の一つである青枯れ病の発生を大幅に抑制できることが実験を経て証明されました。この研究はすでに産業界に技術移転され、登録されて広く普及しています。また、バチルス・アミロリクエ・ファシエンスは、ウリ科の萎縮病の防除にも効果が見られます。バチルス・アミロリクエ・ファシエンスは、多種類の分解酵素を生成することができ、有機液肥の製造や飼料添加物としての潜在力を備えています。現在この細菌に関する研究開発は一定の成果が見られ、多機能を備えた潜在力のある生物防除商品として期待されています。生物防除剤のほか、強温度域揮発性油やアリン酸、炭酸水素カリウムおよび三塩基性硫酸銅など有機防除資材の研究を行い、残留許容量の設定を要しない安全な防除剤の普及に努めています。病虫害に強いささげの育種においては、将来ささげの維管束の深刻な病害問題を効果的に解決できるよう、現在萎縮病に強い根の剪定を進めています。消費者の健康を保障するため、管轄区内の農民に対し喫煙法野菜果物生産販売班の設立を指導し、農薬安全使用の指導やサンプル検査を強化し、農家が安全で高品質な農産物を生産できるよう協力しています。このほか、当改良場では病虫害診断サービスステーションを設置し、病虫害の種類の鑑定に協力し、また農地における防除作業の指導を行っています。正確な判断と正確な農薬使用によって農薬の使用量を減らし、かつ効果的に病虫害を管理するという目的を達成しています。
また定期的に農地での作物の病虫害の状況を監視し、被害が見られた場合には即時に防疫警報を発布して病虫害の予防に努めています。土壌肥料研究室では主要な業務として、土壌を永続的に利用するため栄養診断技術を利用した作物の合理的施肥や、地力維持のための有機質肥料の使用の普及、また果樹園の創生栽培や微生物肥料の研究開発及び応用、また農場廃棄物の再利用などを行っています。当農業改良場では、これまでに管轄区内の主要な作物について栄養診断基準と合理的施肥方式が確立されています。また毎年農家のために4000件以上の土壌及び植物体のサンプル検査を行い、合理的施肥と土壌改良の参考資料を農家に提供しています。当改良場では環境性肥料の技術を運用し、戦争土壌用土壌改良剤を開発しました。この肥料を使用後、弱い肥料保持力やカルシウム、マグネシウムの高い流出率など戦争土壌に見られる欠点が改善され、また作物の養分吸収率が高まり、農作物の品質と生産量が向上しました。植物の成長に必要な養分を補うため、当農業改良場では植物に必要な養分をバランスよく配合し、適度な濃度の植物成長補助剤を添加した高性能液体肥料を開発しました。当農業改良場では国産有機質肥料の使用を農家に進め、また自家製の高品質な堆肥を肥料として使用するよう指導しています。このほかアーバスキュラー菌根菌を研究開発しました。この菌の摂取により作物は抗逆行性が高まり、病菌の感染を減らすことができました。さらに作物の養分吸収が促され、化学肥料の使用を減らすことができました。果樹園における創生栽培を積極的に広め、地力の増進、果樹園の美化、優れた生態環境の保護を推進しています。現在当改良場では土壌の干渉力を高め、乾燥耐性や耐陰性が強く、土地の被覆率が高く、病虫害の交互感染がないなどの効果がある植物を創生栽培用として推薦し、現在少量の種苗が農家に提供され、果樹園で繁殖栽培が行われています。農業機械分野における主要な研究項目は、農地での農作物管理機械や農作物収穫後の加工処理機械、農業テクノロジーの生活化による小型家電の研究開発などで、これから現在までの研究成果をご紹介いたします。夏目用重量選別機、供給から選別までの作業が連続で自動的に処理できる選別機で、夏目を重量別に6レベルに選別することができます。1時間に7200個の選別能力があり、そのスピードは手作業の6倍の速さです。パイナップル用重量選別機、果物の大きさを重量別に選別し6レベルに分けます。1時間に 2.5 から3トンのパイナップルを選別でき、そのスピードは手作業の3倍の速さです。連続式リンゴ皮むき機、さまざまな果物や野菜に使用でき、皮むきから洗浄・出荷までの作業が連続で自動的に処理できる機械で、一人で操作ができます。1日に里芋 2500kg、 レモン 1200kg、 青マンゴー 1200kg を処理することができ、皮むき率は平均で 95% 以上に上ります。パイナップル園多用途管理機、農薬噴霧、中耕除草、施肥、果実収穫後の運搬などに使用できる多機能の管理機械です。1回に 1200kg の果物を運ぶことができます。小型発芽米電子ジャー、発芽後の玄米には白米の10倍のガンマアミノラクサンなど健康に役立つ成分が含まれています。玄米食に対する国民の意欲を高めるため、当農業改良場では
発芽米電子ジャーを開発しました。ジャーには温度調節、水に浸す、洗浄、通気、水替え、発芽促進、炊飯などの機能が備わり、内鍋に発芽米専用玄米を入れるだけで発芽米を炊くことができます。紀南分譲は高尾市紀山区にあり、1971年紀南耕作所と改名され、1983年昇格して紀南分譲となりました。主な業務はナス、ヘチマ、イモ、ユウガオ、ニガウリ、キュウリ、ササゲなどの野菜の品種改良および安全で優れた野菜生産方式の確立、有機農業の応用技術の研究等です。ナスの育種に関しては、1998年、2001年、2009年にそれぞれ高尾1号、高尾2号、高尾3号の3品種を育成し、高尾2号はすでに平等超過にとって変わり、高尾平等地域の主要な栽培品種となっています。高尾3号は果肉が緑色で、一般的な白い果肉のナスとは異なる品種です。2011年育成のニガウリ一大交配種の高尾1号調整は、皮が緑色で形が長めのニガウリです。渋みがなく食味に優れ、耐寒性に優れるなどの特性があります。2005年および2013年には一大交配種のヘチマ高尾2号と高尾4号を育成しました。高尾4号は創生、耐寒、生産量が高い、食用の品質に優れるなどの特性があり、台湾南部では一年中栽培することができます。キュウリの育種に関しては、2014年に優良一大交配種の高尾3号夏青を育成し、この品種は耐熱、ベト病耐性、果肉が甘くサクサクしているなどの特性があります。紀南分譲では1988年に 0.6 ヘクタールの有機試験田を設け、有機栽培に適する作物や品種の選定、有機野菜の安定的生産技術の開発など、有機農耕法栽培の研究を行ってきました。また農薬を使用しない病虫害防除資材の開発を積極的に進め、農家に提供しています。また生物性液体肥料の生成やコンポストティー抽出技術の研究を積極的に行い、有機農業資材を開発し、有機栽培作物の肥料に対する利用効率を高めています。生物性液体肥料の生成技術はすでに企業に技術移転され、商品化されています。果樹や野菜に使用すると高い効果が得られます。宝庫分譲は1965年に設立され、宝庫県の主要な農作物の品種改良や栽培技術の開発、農業技術の普及等を行っています。下方スイカはスイカの品種の一つで、宝庫地域の商品作物です。これまでにスイカ宝庫3号、一大交配種のスイカ宝庫5号を育成しています。2013年育成のスイカ宝庫8号は、品質の優れた種なしスイカの新品種です。トカドヘチマは宝庫地域の特産物で、2008年育成のヘチマ宝庫1号は一大交配種です。このほか、うどんこ病に強いメロンの優良系統も育成しました。カボチャは世界的に栽培されている野菜で、2013年育成のカボチャ宝庫1号と宝庫2号は一大交配新品種です。このほか、多層林炭鉱密植方式で魚流を植栽する防風林の研究開発を進め、多種混植による農林混植モデルを確立し、宝庫島に見られる季節風や塩気を含んだ霧など農耕に不利な問題を解決しています。また宝庫地域の景観緑化や防風に適した植物を選定し、利用可能な宝庫地域の原生植物を収集しています。農業経営課の主な業務は、生産販売班の企業化経営を指導し、重点産業の価値連鎖の統合と発展を推進し、産業競争力の向上を図ることです。管轄区内の主要産業の競争力を高めるため、当農業改良場では
生産販売班の統合や組織訓練を行い、健康管理技術の講習を実施しています。また、起業家経営の管理訓練、国産農産物のブランド化の指導を行っています。健康にいい農作物の生産を目指し、有機農業や喫煙保マーク、生産販売履歴など、農産物の安全管理体制の導入を推進しています。管轄区内の優秀な生産販売班や農家を指導して全国大会に推薦し、これまでに幾度も全国10大優良生産販売班や喫煙法生産販売班に選出されています。また、優良米コンテストでも入賞し、新農賞も受賞しています。このほか、果樹園の評価コンテストや展示販売などを実施し、相互の交流や見学を通して、栽培技術や販売力の向上を図っています。教育情報研究室の主要な業務は、教育訓練や農業情報の伝達、家政婦教育の推進等です。教育訓練においては、農家のニーズに応じ、農民学院を開設して、農民専門訓練や青年農家の育成、農民電子化訓練、家政婦教員の専門訓練などを実施し、専門的な職業能力を高めています。農業情報の伝達においては、農業に関連するニュースの公表や、公式 Facebook ページの開設のほか、農業月間、農業情報、農業技術報道、研究レポート、年報、郷土料理レシピなどを発行し、農業に関する最新情報や知識、技術を管轄区内の農家に提供しています。家政普及教育においては、主に農民生活の質の改善に努め、国産農産物の普及や家政教材の編成、農村における婦人の副業経営技能の指導などを行っています。また、家政イベントも盛大に開催しています。21個の作物の新品種を育成し、産業界に技術移転可能な応用技術を20項目開発し、産業界に無償で12項目の応用技術を提供しました。また、胡蝶蘭とその他の蘭属の延々交雑及び肺救済など、将来性のあるバイオテクノロジーの研究を進め、産業の発展に寄与しています。このほか、米の優良品種、高尾139号、高尾145号、高尾147号の普及や、枝豆の大農場機械化経営などの推進などにおいて、卓越した成果を上げています。中でも枝豆の日本向け輸出量は5年連続、2009年から2013年トップで、年間の生産高は21億元に上っています。また、当農業改良場における研究開発の成果は産業界で広く応用され、ここ6年間における技術移転による収入は4005万9千元で、当改良場の技術開発成果による利益は、全国の農業試験改良場の中でトップとなっています。また、育成品種の公式な海外認可においてリーダー的存在となっています。当農業改良場は開設から104年、一貫して管轄区の農作物の品種改良や栽培技術の開発、農業技術の普及や技術移転に努め、農家と農業への貢献を主要な任務としてきました。今後も高品質の熱帯作物を開発する熱帯季節風地域の農業研究センターの構築を目指し前進してまいります。また政府の農業政策に従い、健康的で効率の高い永続的な経営ができる全国民農業を推進してまいります。ご報告は以上です。今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。